今回も引き続き港町を作っていくよ。イエスマイロード。ということで領土を拡大したところからやっていこう。今回は住民の要求に応えるべく、教会を建てるところから始めていきましょう。それでは早速寂れた教会を建てていこう。こちらも市場のように、複数のモジュールを組み合わせるようになっています。ここに必要最低限のモジュールが記載されているな。コアとドアと鐘楼が必須ですね。そしてこちらは自由に高さを変更できるようだ。その分コストが上がり、映画も増えていきますね。あとは気にするところといったら、この住民の収容可能数だろうか。現在だと20人まで対応できるようです。大きく作って大聖堂を建てるもよし、小さな教会をいっぱい建てるもよしってことだな。ちょっと建設風景を見ておきましょうか。どうやら木の増築部分と、コア部分を追加すれば、収容可能人数が上がるようだ。高さを変更すると映画は増えますが、収容可能人数は増えないようです。教会に関してなんだけど、宗教関係をアンロックしていくと、追加パーツがもらえるよ。特にコアの屋根は藁葺きですから、豪華なものを建てるなら、石のコアを解放してからの方が見栄えがいいかもしれません。最悪建て直せばいいだけなので、あまり気にしすぎないでおこうか。ということで、こんな感じにしてみたよ。却下です。なんで？コストが高すぎます。これだと破産してしまいますよ。ということで必要最低限の機能で、アンロックを目指せて、見た目もそんなに悪くない感じに仕上げました。お金を貯めて今度は立派な教会を建てるよ。教会に魚を届けるというクエストを受けていましたが、これで完了です。しっかりと宗教の影響力が上がっているな。それでは住民の生活を少し覗いておきましょう。これはスクショがはかどりそうだ。キャラモデルのバリエーションが増えると、個人的には嬉しいです。ちなみにコントロールというで UI を消せるよ。あと石工の作業場も完成しているんですが、教会の建設に石が必要なため、現在創業をストップしています。それでは倉庫を海岸にも建てておこう。海岸線は漁師小屋で埋め尽くし、それを数箇所の倉庫に集積する。できれば海沿いに家が並ぶようにしたいね。それに合わせて施設を建てられたらいいですね。ついでに漁師小屋も追加していくよ。まだまだ18人しかいませんから、しばらくは人手不足で悩むことになりそうです。倉庫も完成。ここには魚を詰めていきましょう。ちなみに×は搬出入荷か、チェックは許可、緑の矢印は搬入のみ、赤は搬出のみ許可するということだと思うんだけど、詳しい情報が上がっていないんだよね。バグで正常に動作していないんじゃないかという、話もありますが要検証ですね。そして最初の教会ができたよ。20人しか受け入れできないので、また建てる必要がありますね。あとは司祭がいないみたいだけど、現段階では未実装だよ。それでは教会の追加パーツをアンロックしましょう。次は立派な教会を狙っていくよ。それでは早速新要素を見ておきましょうか。追加されたのは石の増築部分と、お墓と十字架だね。この UI は下の方が選択できないので、できるだけ早く改善してもらいたいところ。ということで教会の裏にお墓を建てておくよ。これは完全にフレーバー。小さな墓場を建てておこうか。墓守、教会。頭が。とりあえずこんな感じで。まだ誰も亡くなっていないんですけどね。今度は十字架を足しておこう。なかなか狙ったところにくっついてくれないですね。この辺も改善をお願いしたいところ。あとは木の柵で囲ってしまいましょう。と思ったんですが、材料の道具が足りませんね。道具を作れるようになるには、しばらくかかりそうなので放置だな。そして教会を建てたことで濃度が平民へ進化しました。新しい建物のアンロックと領土がもらえたよ。早速新たな領土を獲得しておきましょう。このゲームをプレイして思ったんだけど、無秩序なように見えてなかなか考えないといけないね。特に住民の要求である食料と信仰は、きちんと計画を練る必要がありますね。そのためにも食料消費などの情報を教えてほしいね。周りの木をほとんど切ってしまって、作業効率が落ちたので、キコリキャンプを新たに建てます。
これは用済みになったら廃棄しよう。それでは新たに石材と木材を売っていこう。石材が3円、木材が2円で買い取ってくれます。この辺の金策は何気に重要だな。祭祀小屋も追加しておきましょう。現在一つの茂みに一つの小屋を建てているが、きっとこれ以上建てても問題ないんだろうな。一つの茂みからの最大生産量とかも決まっていないみたいです。だとしたらこの周りにいっぱい建てた方がお得だな。今後変わるかもしれませんけどね。それでは羊牧場を建てていこう。および服生産までの一連の施設ですね。ここは急斜面だからこういうのが良さそう。それではここに建てるとして、他の施設のお金がなくなりました。しばらくお金が貯まるまで待機だね。それでは旗織り小屋を建てていきましょう。羊牧場も完成しているね。牧場というよりは小屋って感じですね。牧場の羊の毛を旗織り小屋で布にしていくよ。最後に仕立て屋さんで服にしていきます。この服も住民の要求の一つ。クエストをこなして影響力が増えたので、木の壁と巨大な石壁をアンロックしておきましょうか。使うのはしばらく後になりそうだ。そして羊小屋に労働者を配置しましょう。真ん中のボタンで羊を飼うことができるよ。どうやら3匹までが良いようです。それ以上増やすと羊飼いの能力を超えるのか、文句を言われてしまいます。それにしても可愛いね。周りの草を食べてすぐに大きくなります。成長しきったら羊飼いが毛を刈り取ってくれるのか。一気に小さくなりましたね。麺の栽培とかもあったら面白そうだね。旗織り小屋も仕立て屋も完成しましたね。労働力が足りていないから、最低限稼働するだけの人員を配置しておくよ。しかしちょっと立地が悪いですね。机がむっちゃ高くなってるな。しかしこれで布も服も手に入りました。ようやく町の中心部も見え始めたし、ここらで市場を拡大しようか。魚も売りたいですしね。それでは市場を拡張するんだけど、今回は編集を選択して広げていくよ。新たに建設すると別の建物として扱われます。ここの市場は一括で管理したいから、この方法で行こう。テントの色は青、緑、赤の3色。屋台の種類は食べ物、日用品、嗜好品の3種類となっています。それぞれ青、緑、赤のテントにして、上からでもわかりやすくしていくよ。それではここで住民の食事システムについて説明させてください。どうやら住民は1日に2回食事をとるようです。食品はベリー、魚、パン、鹿肉の4種類。1週間ごとにランダムで2種類が選ばれるようです。そしてそのうちのどちらかが供給されていれば、住民の要求を満たすことができます。生産に偏りがあると、在庫の少ない2種類が選ばれた場合に、住民の不満がたまりそうだな。その辺は注意が必要ですね。あと現在はパンと鹿肉の生産施設を建設していません。さすがにこの状態ではパンと鹿肉が選ばれることはないと思います。おそらく生産できる食品から2種類が選ばれるということだな。要検証ですけどね。それでは日用品の屋台を建てて終了。嗜好品の生産はだいぶ後になりそうです。生産施設である修道院が開放されるのが、宗教の一番最後の段階だからな。かっか、どうやら居住区がいっぱいになったようです。もうちょっとだけ増やしておこうか。どこに建てるか悩みどころですね。景観も効率も考えないとな。それではさらなる食料生産のため、小麦畑を建てていきましょう。まだ農地開拓が済んでいないけど、この辺は小麦地帯にするつもり。それではどこに小麦をまくか決めていきましょう。居住区と同じように選択していくよ。いろいろと試行錯誤してみたのですが、あまり畑を大きくしすぎると効率が悪いようです。遠くまで刈り取りに行かないといけないからか。なかなかベストな大きさというのはわかりませんが、今回はこれくらいにしておきましょう。それでは市場が完成したので、人員と商品を割り当てていこう。まだパンは生産できないですが、とりあえず置いておきましょう。こうしてみるとだいぶ人が増えてきたね。これでもまだまだ少ないですけどね。あとは幸福度が低いのが気になるところ。魚を増やしたので徐々に上がっていくでしょう。
あとは教会だね。しばらく建てなくていいくらい大きいのを建てたいところ。丘の上に教会を建てたいから、アンロックも進めていかないとね。そして家がアップグレードされました。どうやら住民の地位が向上すると、勝手にアップグレードしてくれるみたい。そしてついに市民が誕生しました。現段階では最高の地位だね。市民になると嗜好品を求めるようです。新入りから農奴になるには、水と食料。農奴から平民になるには、教会と家。平民から市民になるには、日用品が必要って感じかな。それらの満足度も関係しているかもしれません。何にせよ街が華やかになっていくのはいいことだ。それでは風車を建てていきましょう。どうもフォーラムの情報によると、農場2つに対して、風車とパン屋が3つずつというのが、ベストな組み合わせなようだな。それでうまくいく人が多いみたいですね。とりあえずお金が貯まるまでパン屋はお預け。それではパン屋さんを建てていきましょう。しかしそろそろ用指定を建てて、お金の上限を上げないと厳しくなってきたな。どこに建てるのがいいでしょうね。小麦農家が完成です。しかし困ったところに道ができてしまったな。どうも道がないところには、建物を中心として道が形成されるようです。テストプレイ時には真ん中のくぼみに道ができていたんだがな。この辺のランダム要素は、街の多様性を生むので、個人的には嫌いじゃないです。ちょっと都市計画に変更が必要かもしれない。まあそんな計画ないようなもんなんですけどね。ちなみに道のアップグレード要素も、アプデ予定に入っているから、この辺の仕様は変更される可能性もあるよ。だいぶ街の中心がすっきりとしましたね。この辺はすべて伐採するけど、もうちょっと内陸の森は残しておくつもりだよ。後に狩猟小屋がアンロックできますから、必要になるんですよね。さてさて、ゆっくりだけど生産施設は整いつつあるね。幸福度の底上げを行い、移民の増加を促すのが目下の目標でしょうか。毎日のようにアプデが来ているから、録画はこまめにやっていこう。なるべく最新の状態でプレイできるようにしたいですね。次回は農業の発展と教会や用指定の建設をしたいな。それでは今回はここまで。またね。